ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆだかさん。はい。今日も来ました3連戦を振り返るです。まあ変則だけどね、いろいろね。だいぶね。うん、だいぶ変則になったけども。そしてね、まあタイトル的には3連戦を振り返るということでね。そう。はい。またそのね、お気に入りの T シャツ貼り、ね、貼りますね。はいはい。もうね、そうだよ。ね。お気に入りで。でもなかなかね、好評ですよね。そうだね。ねえ。ということで、はい、今日もスーパーカートリオの T シャツでお送りします。はい。はい。はい、まずはますます過酷な CS 争い、まあ両リーグともっていうことで ね、こんなね、まあ、いつまで経ってもわからないみたいなこともないですよね、うん、まあなかなかそうだね、うん、だけどこれ両リーグともあの3チーム共演戦みたいになっちゃってるから、ね、だからちょっとあの過酷ではあるよね。これはやっぱり優勝した阪神とオリックスと2位とのゲーム差がすごく開いているというのも原因の一つ、まあ、原因の一つかもわかんないねでしょうかね、うんうん、はい。でオリックス優勝、うん、まあ、3連覇ということでね。いや素晴らしいですね、はい、おめでとうございました。これは別動画で撮ってるんで ね、まあ、しっかり見ておいてください。はい。であの選手も引退を表明、まあ寂しいなということで。本当です ね、あの人かなこの人かなってこう何名か ね引退を決意された方が、はい、ただその上位を伺うチームっていうのは、うん、なかなか引退選手をね出すことできないし、うん、まあ、その下位の方にいるチームから、うん、まあその引退表明した選手をね、うん、いろいろ使って、まあ、やってるけども ね、はい、まあ、心温まる、ね、まあ、演出もあったりとかね、うん、まあ、しました、はい。で看板やちいちゃん、はい、今日もよろしくよろしくお願いします、はい、ということでセリーグから、はいはい、9月21日の時点での数字になりますが、そうですね、はい、もういよいよ2桁の残試合数はなくなってきて。そうだね、どこももう9試合6試合9試合、8試合、7試合、9試合ということで、うん、まあ、一番少ないのが広島の6試合ということで、まあ、争ってるチームが9試合、8試合と残ってるんだよね、うん、だからこれはもう残り、数が多い方が勝ってくるということを考えるともう広島も負けられないということだよ ね、はい、逆にこのタイミングで残試合数が多いと不利になる場合もある。いや可能性はあるよ、うん、これは一概にね、まあ、ただね、うんうん、残り試合、まあ、3試合違うと3試合とも勝っていくっていうような計算のもとで、うん、まあ、広島は戦っとかないと、まあ、足元救われるケースもあるし、はい、必ずしも勝つとは限らないけどもね、うん、だけどそういう計算をしといた方がいいよね。ね、はい、これね、本当、はい、この結果、ゲーム差を見ていただくと、うん、DeNA1 ゲーム差に、はい、近寄ってきていまして、はい、もうここ2位、3位、4位のゲーム差全部で4ですよね。そうだね、うん、まあ、4ゲームの中に3チームいるということだね、うん、はいはい、はい。で、まあ、阪神、巨人から、うん、まあ、主語は、巨人にしますね、主語は巨人、はい、はい、主語は巨人、もう阪神は優勝してるからね、はい、勝っても負けても関係ないから、はい、はい、まず巨人、阪神巨人から、うん、まあ、伊藤、山崎、うん、青柳、赤星というところがね、うんうんうん、まあ、投げていくんだけども、はい、まず1勝1敗、ね、1試合目、ね、うん、7回丸のホームランとか、うん、まあ、それで3対2と逆転するんだけども、はい、まあ、8回ランナー2、3塁からノイジーが、逆転タイムリーというね、うん、で、まあ、2、3塁ということは1塁が空いてたということ、はい、で、まあ、ピッチャー菊池、うん、まあ、中川大成っていうことも残ってたけども、うん、まあ、菊池でいったということで、うん、まあ、ノイジーに、逆転ということでね、うん、まあ、そのまま逃げ切られるという、はい、ことだったんだけども、うん、ただこの試合ね、巨人の方はちょっとオーダーを変えてきて、うん、やっぱ足の速い選手をオーダーの中に組み込んでいって、はい、3点目なんかは内野ゴロの間に増田大輝が、うん、まあ、ホームインするなど、はい、まあ、いい野球はしてたんだよね、うん、ただやっぱ爪の段階でまだ8回また8回かって思う、うん、8回に逆転を許したという、うん、でここで中川行ったり、うん、大勢行ったりすることはなかったのかなっていうね。なるほど、うん、まあ、そんな感じがしたんだけど、うん、惜しい星を落とし、はい、まあ、勝ってただけにね、うん、星を落としたなというね、これでもう完全に首の皮一枚になったかなというね、なるほど、うん、感じがしたんだけど、まあ、今日の試合は5対3で、うん、まあ、巨人が勝つという。おで6回、うん、ね、一気にいくよ、大城の満塁ホームランで一挙5点という、う
ね、まあ、満塁ホームランが出たから良かったものの、うんうん、まあ、代打大城、その初球カットボールを青柳の、まあ、ポール際に入れたんだけどもね、はい、まあ、これは見事としても、うん、まあ、9回5点差あって大勢が、うん、まあ、出てくるんだよね。そうですね、うん、それで代打ミエセス、うん、ホームラン、うん、これで一気に流れが変わるね、甲子園って、うん、やっぱ歓声がすごかったわ。もうね、雰囲気ガラッと変わりますね。でね、5対1になっただけなのにもう本当にね、お祭り騒ぎが始まっちゃってで、大山が2塁打、うん、で、サトテルがツーランホームランといって一気に3点取られる、ね、それで大勢がワンアウトも取れず、うん、中川に交代ということで、ね、これがね、ちょっと心配なんだよね。これ8、9、3安打3失点ということでね、うん、ちょっと心配ですね、うん、だから大勢がこのままではやっぱセーブステーションでは使えないということ、うん、やっぱ中川がしっかりしなきゃいけないということね、うん、それとやっぱこういう打たれ方すると8回にも使いづらいという、うん、だからもっとそのなんていうかな、前倒しでやっぱ大勢を使ってみるとか、うん、もうもう試す時期じゃないんだけども、うん、はい、ちょっと大勢のこの状態では使えないということだよね。うん、うん、ね、やっぱりこれもう残り試合も少ないですけど、うん、今後どういう風にしていくかっていうのも、いやー、だからちょっと怖いよね、うん、このままで信用できないもん、ね、うん、ただね、ジャイアンツの方はブリンソンが一軍に合流したという、うん、でブリンソンは、うん、特に DeNA 戦に強いんだよね。なるほど。だから上げてきて、うん、あの阪神戦でちょっと使って、まあ、調整をしたということ、うん、だからまあ来たる 4試合が残ってるから、はい、残り試合の、うん、ジャイアンツは8試合のうち半分が DeNA 戦、うん、ここで4連勝もすればひっくり返れる。もうなんかすごいあの順位にいますよね、残りの試合4試合がそのまあまあそうだね、うん、だからまあブリンソンを上げてきて、うん、まあ、DeNA 戦を意識したね、まあ傭兵だったのかなという、まあ、一軍昇格ということはね、まあだからただ準備が整ったとは言えない、なか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 、まあ投手陣の方でね、うん、でやっぱりここに来て足をちょっと使おうとジャイアンツはしてるということ、うん、だからまあここら辺がまあいい方に出ればね、うん、いいだろうし、やっぱこうなんていうのかな、まあ1試合目も丸のホームラン、うん、まあ2試合、まあまあ、丸のホームランから勢いが出る、うん、で2試合目は大城の前のホームランが出る、うん、やっぱホームランだよねジャイアンツは ねただ中田翔が抹消されたということ で、ね、うん、ちょっとホームランバッターが1人欠けるということ、うん、まあ、そこは足で補っていくのかという、うん、まあ、今後ね、もう残り8試合どう戦っていくか、うん、ジャイアンツは何が何でも負けられないですもんね。そうだね、うん、はい、はい、でこの3連戦で、うん、広島 DeNA が1試合だけ行われた、はい、ね、3対1で DeNA、うん、ね、初回牧野29号ツーランホームラン、うん、ね、まあ、これで、まあ、2点を先制する、はい、まあ、大瀬良、ね、結果的にはしっかり投げてるんだよ、はい、5回3分の2、うん、90球3安打2失点というね、うんうんうん、ただ初回に2点という先行されるとさ、うん、相手が東、ね、今年絶好調の、ね、うん、で東が7回92球4安打、うんうん、8三振1失点とで15勝をマーク、ね、まあ大体もう最多勝利は当確かなっていうような残り試合から考えるとね、うん、まあそこまでもう持ってきたよね。で前年度その前っていうのは青柳が13勝で、うん、あの最多勝を取ってたから、うん、まあ15っていうのは非常に立派な数字だと思うよ ね、 ですね、うん、ただこのやっぱり東をね、うん、これから軸にね、巨人との4連戦をね戦っていくけども、まあそこが一つの大きな山になってくるね、うん、はいはい、はい、でヤクルト中日、うん、1勝1敗、はい、ね、まあこれはあの5対2で勝ってた8回サンタナホームランね、で1点差に歩み寄られて、うん、冒頭で2塁から古賀がまあ、帰り同点というね、まあ、フォークを叩きつけて、まあ、神宮では珍しいんだよね、ワイルドピッチで、うん、セカンドから一気にホームインするっていうのはね、うん、まあ、ボールを見失ったりだとか、まあ、いろんなことが起きたんだけども、うん、まあ、その中で、その冒頭投げた松山か、うん、
が9回も続投して、うん、まあサヨナラを食らうんだけども、はい、その初球オスナに打たれた球もフォークボール、うん、まあ高めに浮くんだよね、はい、だからまあこれは仕方ないよね、まあ、冒頭ワイルドピッチで同点になってるし、うん、初球の入り球フォークを選んで高めに浮く、それを捉えられる、まあこれはもう流れ的にはそうなるよなっていう、うん、だから、うん、中日もねもったいないんだよね。もうねこの試合は本当にね勝ってなきゃいけないんだけどさ、そうなんですよね、うん、だからまあこの試合を負けたことによって、うん、なんか残り試合数から考えると、うん、まあ再開争いっていうことをね一つでも上行きたいんだろうけどもさ、うん、まあちょっと苦しいかなっていうふうに思うのよね、うん、で2試合目は9対8、はい、中日が勝つという、はい、まあ、橋本はプロ入り初勝利、うん、ね、よかった ね、 ね、で2番手で投げた、うん、まあ、橋本に勝ち投手がついて藤島が初セーブを挙げたというね、うん、だから中日はさ、うん、なんていうの、そういう若い人たち、はい、で初物が多いとやっぱ乗ってくるよね、うん、で橋本なんかすごい明るいインタビューも受けてたし、はい、非常に良かったなと思うしね、はい、で初勝利だとか、うん、初セーブだとか、うん、そういうことをどん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 なんか増やせるように、うんうん、まあ頑張ってほしいなというふうに思うよね、うんうん、ですね、そうだね、うん、でねヤクルトの方は2アウトから6失点してんだよね、はい、うん、まあ、一つサードゴロがちょっと村上の難しい打球にはなったんだけども、はい、それをちょっと後ろにそらしてから6点が入ったんだけどもね、うん、まあ、ここら辺もやっぱ守備ということを考えるともう少しどうかならんかったかなっていうね、うん、ちょっと下がっちゃったからね、なるほど、うん、だからあれが一歩でも前にパッと出れるようになってくるとさ、うん、まあ、処理はできたかなというふうに思うけども、うん、まあ、それにしてもあの守備があったから6点って言いにくいんだよね、うん、でそこを6点取られちゃいかんだろうってもうちょっとやりようがあっただろうとは思うんだけどね、まあでも流れとかっていうことになるんですか ね、まあ、まあ、あるね、きっかけになってしまうというか、はい、うん、でこの試合は山田がまあホームランを打ったり塩見が4号満塁ホームランを打ったり、はい、やっぱ塩見の存在っていうのはやっぱこうヤクルトにとってね大きかったなって思うよね、うん、やっぱ塩見が打つとやっぱり勢いが出る、うん、ね、それとやっぱチームも盛り上がる、うん、そうですね、ボードメーカーでもあるし、うん、まあ、実力者でもあるし、うん、牽引者でもあるというね、ね、この日は5打点ということですかね、そうだね、大活躍だったんで本当に、ね、はい、まあ、ちょっと遅かったけどもね、うん、まあまあでもこれで引退するわけじゃないしね、そうですね、うん、でこの試合で堂上がね、まあ、サードに入って、うん、まあ、今年引退するというね、うん、堂上だったけどもサードの素晴らしいプレーがあったりだとか、うんうん、まあ、してお客さんの拍手をもらってたけども、はい、まだできそうな感じはするんだけどね、うん、うん、まあ中日一筋でね、はい、ユニフォームを脱ぐということで、ね、ね、本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした、ね、うん、はい、ということでセ・リーグは、はい、ね、何かありますかな、何かことはありますかな、うん、もうあとはもう本当に一戦一戦、うん、その CS 争いがね目が離せないというところですよね、本当そうだね、もうあここが勝ったここが負けたっていうのが本当に大きく左右してる、まあ、そうだね、うん、だから広島はね、うん、早くそうですね、まあね、体調不良だとか怪我人がねしている選手がね戻ってくるといいね、うん、はい、はい、そういうセリフでした、はい、はい、続きましてパ・リーグ、はい、パ・リーグ、ね、こうなりました、パ・リーグはセ・リーグに比べると試合数がまだね残ってる方ですね、残ってるし、うん、ゲーム差がさらにさらにさらに、あれだよね、少ないですよ、うん、だから4ゲームの中に、あれでしょ、セ・リーグはいるけども、そう、パ・リーグの前 2.5 の中に4チームいるということね、うんうん、しかもなんかこうなんていうんですかね、2位以下、うん、ゲーム差が そんなにはセ・リーグほどは離れてないんですよね、あ、そうだね、うんうんうん、はい、ということで、ということで、はい、はい、まずはオリックス、うん、優勝ね、はい、その前に、東小島の投げ合いで3対2、まあ、オリックスマジック2にして、うん、ね、次の日優勝を決めるかという試合だったんだけども、はい、まあ、やっぱこう杉本の存在っていうのがここに来て
非常に大きくなったよね、うん、そうですね、この試合でも初回に杉本のタイムリーツーベースなどで、うん、まあ、2点を取ったりとかね、はい、で、まあ、6回は宗が自打球を当てるんだよね、うん、膝のお皿付近っていう風なことだったんだけども、うんうん、まあ、それで代打セリエノがタイムリーヒットを打つという、うん、ね、まあ、一進二三塁からタイムリーヒットという、うん、ね、で投げては東が7回119、5安打1失点、はい、負けなしの6連勝ということでね、うんうん、まあ非常にやっぱすごいボールを投げるピッチャーオリックスいるなね、なんかみんなそれぞれこう何か武器を持ってていやもう早いわ、うん、な東でも156キロぐらい投げるもんね、あ、もう本当にいやだから本当にいいピッチャー多いよ、それでコントロールもいいね、そうやっぱりこうね、オリックスは、はい、投手陣は素晴らしいですね、まあそうだね、うん、まあそれで王手をかけたという、はい、で2試合目は山崎福也とカスティーヨ、うん、まあ、6対2で、勝って優勝を決めるんだけども、はい、この試合はね、カスティーヨがめちゃくちゃ良かったんだよね、うん、変えてからだよ、うん、流れが変わってしまったのがね、これね、やっぱりこう、うん、ね、そういう時の系統っていうのはすごく難しいですよね、難しいタイミングね、うん、でね、6回2アウトから、うん、ね、ゴンザレスがデッドボール、うん、ね、ワイルドピッチでセカンドに行くという、はい、ね、2対0で勝ってる場面なんだけどもね、うん、で杉本がセンター前にタイムリーを打つ、うん、一塁の時はブリブリ振ってて一気にホームランで同点にしようっていうような気持ちから、うん、ワイルドピッチがになってやっぱ軽打に変えたよね、ランナーが進塁してから、だからここら辺がやっぱオリックスのその起点の効くとこというかね、うん、で1点差にして、でこの時に俺はピッチャー交代かなと思ったんだけど、うん、続投なんだよね横山、そうですね、うん、ただやっぱりこう精神的にやっぱこういっぱいいっぱいになるね、こういう試合はね、まあ、若いし、この日は優勝決めるかもっていうね、本拠地でそういう雰囲気がもう爆発してたような、そうでロッテは逆に絶対負けられないというね、うん、クライマックスシリーズに向けて、うん、でやっぱ2位から3位に落ちる、でも4位まであるっていうことを考えると、うん、やっぱこう投手交代はなかったかなと思いながら見てたんだけども、うん、はい、まあ、T 岡田が続く、 T 岡田がフォアボール、うん、まあ、紅林野口のヒットで、まあ、チャンスを広げ、まあ、中川がスリーベースを打つというね、うん、やっぱ中川も勝負強いな、本当に勝負強い、うん、だからもう本当に MVP クラスの活躍を今年してるなっていうような、うん、そんな感じがするよね、名前出てきますしね、うん、で続く西野、うん、渋く一二塁間を破って中川を迎え入れるという、うん、で一気に 6点を取ってまあ優勝するというね、はい、まあ、本当にやっぱ一瞬乗ったら強いね、もう本当この7回は皆さんがね、つながるし大活躍で6点一気に、うん、そうだね、うん、はい、でまあオリックスの話をしたけども、はい、これ相手がロッテだったね、連敗した、うん、で今日ソフトバンクとロッテやってんだ、はい、で有原と種市、うん、投げてソフトバンクね、ちょっとロッテ連敗が止まらないですね、そうなんだよ、これ負けちゃった3連敗しちゃったんだけどさ、うん、まあ初回ソフトバンク、まあ、シュート、うん、センター前ヒット、川瀬フォアボール、ね、柳田タイムリー、うん、近藤スリーラン、やっぱねソフトバンクは 1,2 番だよ、うん、1,2 番が出たら柳田と 3,4 番、うん、近藤4番が、うん、やっぱ仕事してくれるわね、うん、やっぱりこのね打率もいいですし、まあそうだね、ね、2人は、うん、ただしソフトバンクも連敗をしてたんだよね、うんうん、楽天に、はい、で一気に差が詰められたんだけどもさ、うん、1.5 にね、うんうん、まあ1試合目は則本、うん、シュアートで3対2、うん、これ1対1から小深田のエラーで勝ち越しをもらうんだよね、はい、ただしシュアートから又吉に代わって、うん、2アウト1・3塁から村林がタイムリースリーベース、うん、タイムリーツーベースか、はい、もうこのツーベースを打った瞬間一塁ランナー小深田だったんだよ、うん、フォアボールで出て、はい、もう激走だよ足が飛んでいくんじゃないかっていうぐらい本当にねもうね
ほんで頭からヘッドスライディングしてきて、うん、まあ、自分のエラーでね勝ち越されて、自分のホームインで勝ち越しになったんだけどもさ、うん、でもあの姿があるっていうのはいいなと思ってね。なるほど。で則本もいや小深田に対していいよいいよって、うん、まあ、全然大丈夫って、試合が終わった後でも小深田叩いてね、うん、大丈夫だったじゃないかみたいな、うん、まあ、そういう美しい、うん、光景があったけどもね、はい、で則本が7回102球4安打2失点というね、まあ自責は1だけどもね、はい、うん、だけど頑張ったなって、やっぱ頑張れる男だなと思ってね、うん、で2試合目が藤井と大関、はい、6対1で楽天、うん、で同点の5回平林、島内、浅村のタイムリーで一気に3点、うん、で7回は岡島、阿部のタイムリーというね、うん、で藤井は5回3安打1失点、はい、ね、ソフトバンクはちょっと投手陣がちょっと心配だったんだけども、うん、あの楽天の方はやっぱり1試合目も出てきた村林、はい、ね、あの若いヒーローが出てきてるし、うん、あの非常に日替わりヒーローで、まあ、藤井もそうだけども、うん、ヒーローの一人だけども、はいはい、うん、まあ、いい感じでは来てるよね、うんうん、ただし楽天今日負けました、はい、うん、ちょっと谷間なんだよねローテーションの。なるほど。でね、10連戦のその真ん中の方なんだけども、はい、2対7で西武に負けるんだよね、うん、で塩見が先発したんだけども、はい、今年は初先発かな、まあ、それで、うん、まあ、ちょっとやられるんだけども、はい、まあ、ホームラン構成だよね、うん、2回渡辺ツーランホームラン、うん、でマキノン3回5回とツーランスリーランって打たれてんだよ、うん、で今井が 初の武田勝利というね、プロ入り初の、本当かよみたいな、意外だよな、いや本当にもっと勝ってるピッチャーだと思ったけど初なんだろうと思って、ね、ただ楽天の方とすれば、まあ、痛い星を落としたけども、うん、まだやっぱりもう残り試合が13もあるということで、うんうん、まあまあこの1敗は仕方ないと思うよね、うんうん、やっぱり10連戦で1試合谷間ができちゃったっていうのはもうしょうがないと思うんだよね、はい、うん、だからそうだな、まあ、楽天は今日は一休みということでね、うん、でソフトバンクの方、さっきの有原、うん、ね、連敗を止めたということで、はい、まあ、7回88球5安打2失点という、うん、でこの試合から今日から今宮と三森が戻ってきた、もうね大変なことになってましたからねソフトバンク中村も次の試合から戻ってくる可能性が強い、なるほど、ああ、まあ、怪我じゃないだけにね、みんな治ってくると本当に戻ってきますけどね、えやっぱ閉まるな、今宮がいると全然違うわ、うん、なるほど、あやっぱ存在感の大きさをね、うんうん、感じました、はい、ね、でその西武とに日本ハム、まだ日本ハム行ってなかったけども、はい、西武に連敗です、はい、ね、本当にあの惜しいところまで来てたんだけども 4.5 ゲーム差に開いちゃったというね、1試合目が松本ポンセの投げ合いで7対4、うん、まあ、6回中村の同点17号、うん、ね、2アウト2、3塁から児玉ルーキーのライト前タイムリーヒットで勝ち越すというね、若手もここに来て躍動してきたとかね、うんうん、まあ、そういうのがあるよね、うん、でこの試合で、まあ、木村、はい、ね、西武でピッチャーに入り野手に転向し、うん、で日本ハムにトレードをされ、うん、ね、その西武戦で引退試合ということだったんだけども、うん、まあ、新庄監督はやっぱりこうなんていうかな、最初はライトに入れててね、そうですよね、だけどその西武のファンにも見てもらおうと思って、うんうんうん、まあ、レフトにねポジションを変えたりとか、ね、うん、でも素敵な引退試合だったと思うし、ね、両チームに関係したから、そうです、ね、両軍ともね温かい目で、あの、うん、温かい拍手で見送られたなっていう、うん、まあ、すごくいい光景だったなっていうふうに思う ね、そういうところに気がつく新庄監督って素敵やな、憎いね、あの、うん、ね、ね、本当にで次の試合は4対1で、うん、やっぱり西武が勝つというね、うん、こう渡辺、はい、ね、今季初登板、うん、ね、渡辺が5回94球2安打無失点という、うん、この渡辺っていうのは浦和学院の時に、はい、あの甲子園出てもうすっばらしかったんだよ、うん、でちょっと見ただけなんだけど、あ、このピッチャーはすごくなると思って期待してたんだけど、うん、
まあちょっと出た時期があって、それからまた出てこなくなって、うん、まあ今シーズンでしょ、うん、でやっぱり出てきたらやっぱすごいボールは持ってるなと思ってさ。なるほど、うん、5年目ですね。5年目、うん、遅い、もっと早く出てこれるはずだよで4回に、まあ、佐藤龍生、うん、まあ、2号ツーラン、はい、で6回には牧野当たってきたね、ここに来て、うん、13号ツーランで、まあ、4点を取り、まあ、逃げ切ったというね、うん、まあ、そういうパ・リーグでした、はい、ね、この戦いちょっとロッテが心配。いや本当です ね、うん、ただポランコが25号のホームランを打ったりとか、うん、まあ、ホームランでは点はちょっとポッと入るんだけども、うん、となね、え、気がつけばもうソフトバンク1ゲーム差で追ってますから。そうなんだよ。でも次に楽天もいる。ただ楽天はやっぱ5割に届かないとね。ねえ、 あと3つ、うん、ね、なんかこう A クラスの3位のギリギリのラインっていうのは5割かなと思うよね、うん、なるほど、うん、だから5割はもう相手気にするよりまずは5割をね、うん、まず目指した方が楽天はいいのかなっていうふうに思うよね。ね、はい、楽天は次日本ハムとね、そうそうそう、落とせないからね。そうですね、本当に、うん、まあロッテもその、西武戦、ロッテは西武戦があって、うん、その後がソフトバンクとなので、またか、その後のソフトバンクが ね、うん、続くね、2試合ありますから、はいはい、まあそこら辺が山になってくるかな。そうですかね、うんうん、でもこれ一回落ちちゃうとね、うん、ちょっとモチベーションが下がるっていうのがちょっと気になるし、なんとか死守をしたいよね、このね、今こう、うん、なんとかこうね、そうそうそう、持ちこたえてるところでね、うん、だからマラソンじゃないけどさ、うん、リードしてて一気にこうパッと先に出られると、あ、もうついていけないっていうようなね、ありますよね。だからまあそういうことも言えるしね、うん、だからできるだけロッテ頑張ってという、ね、でソフトバンクは戻ってきたからね、うん、これからいけみたいな、もうなんかチームの状態が日替わりまでいかないにしても結構こう変わってくるよな、うん、不安定というか、うん、そうだね、どのチームもですけど、うん、ね、だから楽天は、まあ、あとはもう正念場だな、ここはなあともうちょっと10連戦が終わるのはね、うん、だからそこまでこう、もう絶対勝ち越して、うん、できれば2つぐらい勝ち越して、うん、ね、5割にあと一歩みたいなところまで来てほしいし、まあ何だったら5割でね来てほしいし、5割に戻しておいてほしいしね、うん、だからまあ頑張ってほしいと思います。はい、もう全然目が離せないですけど ね、まだまだ、ただ両リーグともこれ15離れてる、うん、2位と、そうそう、でセリーグは 12.5、うん、まあクライマックスないや本当になあ、ちょっと気の毒だよね、ゲーム差がちょっとあまりにもついている場合は、うん、っていうようなことがね、まあそうだね、チラチラあってもいいかなっていう、ね、まあ毎年言われてることだけど、ここまで両リーグが開くっていうことはなかなかないから、うん、まあちょっと考えなきゃいけないのかなっては思うけどもね、仮にね、こんだけゲーム差あって優勝を決めた阪神とオリックスですけど、うん、仮によ、なんか日本シリーズは違うチームがってなると、なんかみんななんかあれって、両チームとな、多分両チームのファンじゃない人でも、うん、こうやってちょっと、いやもうやっぱり相当な違和感を感じる、ありますよね、多分ここまでゲーム差あると、あるある、うん、ね、ということでね、ちょっといろんなことありますが、まあまあ、はい、ね、はい、まあとりあえずまだ順位が決定してないからね、うん、決定するまで頑張ってほしいと思います。はい、はい。